Take my hand, move
普段ですと、まあ、オーディエンスの人がいらっしゃってね、はい、プレイされるのが多いと思うんですけども、はい、今日は自然というか、はい、お花にもうバーッとお花に対してね、秀美さん今日プレイされてたと思うんですけど、はい、まあ、それを通じて、まあ、配信を見てる方だったり、まあ、あそこのロケーションだったり、その辺で何かこの今日の内容に何かこう意識されてたところとかもしあったらお聞かせいただけると。そうですね、対人じゃない空間でやるので、うん、それはそれでちょっと難しかったんですけど、うん、でもやっぱり開けたああいう綺麗な場所でやれるっていう、うん、ちょっとこうすがすがしさというか、うんうん、それを選曲にもちゃんと出していきたいなとは思ってました。ね、あとは、うん、ごめんなさいあとは普段自分のやってる好きな、うん、ああいったジャンルっていうのもしっかり出していけたらいいなと思って、うん、それが出せていたかなとは思います。ね、ちょうど朝方でだんだんこうに日が出てきて花が綺麗になってきて、はい、そこに合わせたこうセットでしたよね。だから素晴らしくなんか、はい、だんだんこう上がっていってみたいなところも、ねね、含めて、はい、あ、これは意識されてるなって感じがすごくしましたよね。多分見てらっしゃる方もそういう感じなんじゃないかなと思います。はい、今日日本ハインジャパン、この配信のハイン、はい、ハインジャパンのチャンネルを初めてのご出演。あ、そうですね、初めて出させていただきました。あ、その後 どうでした。初めてでしたけど。そうですね、うん、初めてちょっと緊張するかなとは思ったんですけど、うんうん、でもそれよりもやっぱり楽しさの方が勝ってましたね。お、 よかった。はい、そうですか。そうですね、まあ、ハインジャパンも、今まで十何箇所ですかね、こう配信を重ねているわけですけれども、まあ、日本のいいところというか、はい、いろんなロケーションで撮る、でその日本のいいところを、まあ、世界の方、うん、まあ、もちろん日本の方はもとよりですね、世界の方にこう理解していただく、もしくは分かっていただくということで活動をやっていると思うんですけれども、ハインジャパンに何か、まあ、今日ね経験してさせ してもらって、ハインジャパンに期待するものとかですね、今後の何かありましたらぜひ言葉としていただきたいんですけども。そうですね、ハインジャパンでやはりああいった綺麗な場所で撮影されることすごく多いので、うん、やっぱり
世界にああいった綺麗な場所があるっていうのを発信できるいい機会だなと思います。そうですよね、はい、ちなみに秀美さん、まあ、ちょっと今日暑かったんでね、暑かったですね、申し訳ないんですけど、まあ、だんだんまあ夏が過ぎて秋になったりして、またなんかこういう機会があったらどこでこう撮りたいとか、こういうとこがいいんだけどなんてのもございます？そうですね、そうですね、これからの季節だと海とか、海、あ、でも暑そうですね、海もでも合ってそうですけどね、海をバックにね、やるって。なるほどね、はい、夕日を背負ってとかいいと思います。あ、確かに夕日もまたいいですね、はい、今日は朝で暑いとこでしたからね、夕日でまたね、はい、機会あったらぜひお願いいたします。ぜひよろしくお願いします、はいはい、最後になりますけど、秀美さんの今後の、ね、活動、もし皆さんにお伝えするものがあったらお願いしたいんですけども。あ、そうですね、活動拠点はほぼほぼ都内になるんですが、ほとんどクラブが多くて、その中でもカフェだったりバーだったり、いろんな規模の現場が最近すごく増えてきているので、うんうんうん、いろんなスタイルで自分を試していけるかなと思ってます、うんうん、なので、まあ、足を運びやすいクラブっていうとなかなか足を運びにくい人も多いかと思うんですけど、日中デイイベントなんかでバーなんかでもやってますので、うん、そういった現場とかにはぜひ足を運んで、ぜひ対面で聞いていただければと思います。そうですね、本当になんか対面でね、もっともっといろんな機会が増えるといいですよね。そうですね、確かに、まあ、今回も、ね、そのバーやいろんなとこ場所でもやられてて、今度野外お花畑っていうのが加わりましたんで ね、はい、今度は海だとか、はい、もうどこにでも行けちゃう DJ としてもまた名前がどん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 売れて活躍されることを祈っております。ありがとうございます、はい、頑張ります。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、では、ハインジャパン、今日はですね、北海道美瑛、からですね、色彩の丘から、DJ は秀美さんで、配信させていただきました。ご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。引き続きハイインジャパンの方よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。